どうも、寺一択です。よいしょ。テレビ出てきた。ほんまやね、テレビ出てきてん。寺一択、そうやと思うやろ。台本あります。 E Element Gaming House Squad、 こちらのスカパーさんで放送されてるアニマックスでやってるゲーム番組なんですけど、アニマックス知ってますよね。スカパー契約してない人でもわかると思うんですけど、それに出てきた寺一択。パチンコパツロとかじゃなくて、もう寺一チャンネルのゲーム実況者としての寺一択で行ってきて、なんで出たと思う？何したと思う？びっくりすんで。奈良か。嘘やろ奈良かで行った。奈良かで仕事もぎ取ってきた。すげえ。こんなことあんの。いやー、奈良か。おー、生配信してますね、最近やたら。これ今見てる人の中でね、やたら生配信してるけど、全く見てない人いっぱいいるでしょ。全然人集まらんね。うん、アーカイブ残してるけど再生数全然いかへんのよ。やっぱ奈良かっていうコンテンツが、まあ、新しすぎるし、よくわからんから見てない人多いと思うんですけど、まあ、面白いゲームなんですよ。ね、その奈良かで、いえ、なんで寺一択なんて思うかもしれんけど、ちゃんと理由あるんですよ。世界一やたら言ってますやんか。世界で一番配信してる、まあ同時視聴数世界一とかも言ってるやん。それで言った大丈夫かな。嘘ついてるみたいになってないよな。まあ世界で一番配信してるのは正直まあまあ嘘に近い。まあその時は結構、まあ、トップクラス、 YouTuber でもトップクラスに配信してたんですけど、今となってはね、仕事で僕がバタバタしてる間に結構配信する人増えてきて、まあ、ただ同時視聴数世界一は、僕マジですからね、見てる人は知ってると思うけど、500人ぐらい。あの奈良か配信してる世界の YouTuber 全然奈良かやってなすぎて、ちょっと配信したらすぐ世界一になるっていう、皆さんチャンスですよ。だからそれも、だからその奈良かのね、面白さを伝えるために行ってきたみたいなもんですから、次に来るゲームはこれだみたいな感じで行ったんですけど、まあそれだけじゃね、あんま緊張しなかったんですけど、もう何回おしっこ行ったかな。スタジオ、あんなスタッフよりもスタジオ行き来そったんちゃうかな。8、10、2桁はおしっこ行ったかも。メンバーがすごくてね、 MC の方もゲストの方もすごくて、いっぱいいらっしゃったんですけど、まずね、アキさんという方なんですけど、学生の頃お笑いで日本一取ってるっていうすごい方で、もうむちゃくちゃよう喋りはるし、うまいし、すごかった。でもう一人の MC の方がね、桜坂46の羽生瑞穂さん。アイドル、もう4文字で説明できる。アイドル、むちゃくちゃ可愛い。初めてちゃんと生でアイドル見たかも。ずっと見ときたいし、今もね、もうこびりついてるから今もちょっと見えてるもん。ハブちゃんめちゃくちゃ可愛かった。すぐ好きになった。いや、誰でも好きになる。アイドルの人追っかける気持ちわかるし、もう追っかけようかなって思ってるもん。すごかった。全部がアイドルやった。で本来ならばね、もう一人 MC の方がいたんですけどね、欠席で、三代目 J ソウルブラザーズのエリーさん。三代目 J ソウルブラザーズ、寺一択と絶対に交わることないグループ。危うくではないけど、まあ、交わりそうやった。三代目 J ソウルブラザーズっぽい人と寺一択っぽい人は交わることないですからね。人間としてのジャンルが違いすぎるから、すごいゲームがね、すごい好きな方みたいで、エイペックスめちゃくちゃやってるみたいなんですけど、エリーさん。ゲストがすごかった。ゴールデンボンバーの
歌広場純さん、ゴールデンボンバー全員知ってる。寺井チャンネル見てる人でゴールデンボンバー知らない人いないでしょ。寺井一択よりもゴールデンボンバーの方が多分知ってますよね。ゴールデンボンバーさんの歌広場純さん、まあ、ゲームがすごい得意な方も、特にストリートファイターね、もう芸能人トップクラスの腕前みたいなんですけど、もうそれどころじゃね、むちゃくちゃ喋るうまいやん。言ってよ。腰抜かした。もう本番始まってもうすっごい喋るん上手やから、もうタジタジしちゃったねえ。で、芸人さんもいたんですけど、ダイアンの津田さん、ゴイゴイスーですよねえ。もうテレビでもうヨウさん出てますやんか、ゴイゴイスー言うてるわみたいな、そんな感じで津田さん思ってたけど、もうツッコミのキレエグい、全身も切り刻まれてるんかもって、ちょっと血出てるんちゃう、まだむちゃくちゃバーン突っ込んでくれて、もう津田さんがパーン突っ込んだらね、もうその撮影スタジオをドーって湧くんですよ。芸人すごい。あのたまにね、コメントね、やっぱ寺井さん芸人より面白いですみたいな言う人いるんですけど、もう二度と言わんといてくれよ、恥ずかしすぎるから。もう良くない、そういうのもう面白いわけないもん。ああ、もう一人 YouTuber の方いてね、寺井拓登録者、まあ、今寺井チャンネル10万人ぐらいでしょ、100万人超えの YouTuber、 もう俺恥ずかしい YouTuber として紹介された。いやー、マスオさんですよ。ウームの、もうウームってもう僕冗談でしか言ったことない、ウームね、俺もウーム入るかなみたいな、ほんまのウームの人に出会ってもうて、100万人超えの YouTuber もう横に並ぶの恥ずかしかった。うん、でも安定感ありましたね。やっぱ場数踏んでるのよ。結構表舞台にも出たりしてるから、もうよどみない喋りでね。寺井拓大丈夫か。まあ、ひな壇的な感じと、まあ、あと奈良間の面白さを伝えて、まあ、実際プレイしてみたいな感じでね。まあ、細かくはもちろんね、言えないんですけど、いやー、難しいね。みんな優しかったですけどね。ほんまに。あのね、僕、まあ、よくこういう表現するんですけど、まあ、スタジオでたくさん人がいて、で、そこでやっぱ自分で発言しないといけないわけなんですけど、長縄跳びをずっとしてる感じで、その、入るタイミングを見極めて、誰かが喋ってる、誰かが喋ってる、ここで行けないみたいな、結構その繰り返しやったりして、で、そのうまく入れてもやっぱ面白く飛ぶとか、長縄にうまく入れても飛び方失敗してもうつまずいちゃったら変な空気になっちゃったりとかするじゃないですか。いやー難しい。見てほしいんですけど、ちょっとどんな感じで仕上がってるかわかんないんでわかりませんが、とりあえず告知、ね、しておきます。結構すぐやな、来月です。11月の6日土曜日23時半、11月の20日土曜日23時半、まあ、YouTube でももしかしたら切り抜き的なやつとかも YouTube 用に撮影もしてたんかな、あれ、まあ、あるかもしんないですけど、あーよく頑張ったかもしれんけど、頑張っただけなんかな、頑張ることはできるからね、まあ、声はいっぱい出てたと思う。いやー、ひりついたね。パチンコパス料理、ひりついた。いや、何がね、ちょっと安心したかっていうと、撮影スタジオの横に、マルハンがあって、ちょっと落ち着いた。ああ、マルハンだーと思って。ちょっとここでスンって落ち着いた。あとはね、ギャバ飲んでいった。ギャバでリラックスしていこうと思って。効果あったかはわかりませんが、ギャバ飲んで、ギャンバった。あとね、最大の敵がね、いたんですよ。正直今もいるんですけど、緊張とか、プレッシャーとか、失敗への恐怖とか、
そんなんよ、もう。怖ないよ、痛すぎたな。3日前ぐらいにできて、全然治らなくて、喋るたびにね、ピリッてするんですよ。いやー、でも、いい経験させていただきました。パチンコパツロじゃないっていうね、もう、パチンコパツの収録、結構有名ライターさんとかとやることありますけど、あ、楽やな。楽やわ。同じフィールドでやってるし、まあ、そう考えたら、成長したのかもしれん。もしかしたらこんな感じで、いろいろね、挑戦していって、どんどん新しいゲームやってこいってライチャンネル。どんどん世界一取っちゃう？これだけでテレビ出れるんちゃう？ねえ、ほんと、奈良か教えてくれた、まあ、ポコパチくんやね。ありがとうね。テライチャンネルの生配信でね、これからこのゲームが来るみたいですよと教えてもらって、そっから始めたんですよ。だから視聴者の皆さんは、どんどん、有益な情報を教えてくれ。お、頼む。それで俺はもう、どんどん、羽ばたくわ。頼むな。というわけで、いろいろやっていくと思いますので、よかったら、チャンネル登録と、と評価と、コメント、よろしくお願いします。ガイガイスチャンネル登録してくれ、してくれ。チャンネル登録めちゃくちゃ。